タイミングで対策していかなきゃいけないと、シャドーイングに挑戦してもらおうと思います。Social media service Facebook plans to open a training center in Brazil. Hello, で始まりましたもちチャンネル。さあ今回久しぶりにタワシさんにおいでいただきました。ただのガリベンです。タワシです。お願いします。はい、いや共通テスト終わりまして、いや終わりましたね。いよいよ2時なんですけど、結果どうでしたんだっけはいはい、こんな感じでした。全体的にこんな感じで683点で、僕は勝手にね戦いを川内さんやるって言ってたんですけど、あれでなんか勝ったら勝ったら寿司みたいなってましたけどね、言わなきゃよかったなと思いました。宇佐美すばるにボロ負けです。772点ですね。やっぱり強いな。ただですね、ちょっと勝ってなかった英語リスニング、宇佐美さんも78点だったし、川内さんも83でね、坂上さんに両方負けたということで、やられましたね。完全に東大志望だったら90はいかないと結構ね、東大やっぱリスニングあるんで、リスニング対策していかなきゃいけないということなんで、もちろんそんな川内さん今回なんですけど、リスニング完全に鍛えられてもらおうと思う。鍛えられても意味が分かんないよ。難しいね、刺激と受け身、ちょっと鍛えてもらおうと思うので、今回はですねシャドーイングに挑戦してもらおうと思います。シャドーイングですか。シャドーイングやったことあります？毒流のシャドーイングみたいな。毒流、毒流っていうか、なんていうの、自己流とかね。2人ともちょっと日本語がまずいですね。毒持ってる竜みたいな。毒流で練習はしてます。リスニング対策みたいな。お、やってんですね。BBC のラーニングイングリッシュみたいな、あれとかスクリプト載ってるんで、それ見ながらちょっと遅れて言ったりみたいなことはしてます。オーバーラッピングか。じゃあ見ながらってやつですね。オーバーラッピングとシャドーイングの違いも知らない人も多いと思うんですが、今回そんなたわしさんを助けてくるアプリケーションは聞き取れるでしょ。バケーションって言ってました。バケーションじゃない。アプリケーションがシャドテン。シャドテンさん。シャドテンさんなんだ。シャドテンさんっていうアプリの名前です。シャドーイング。略ですか。あ、大喜利来ました。元芸人。いや、やめましょうよ。東大直前期で不安なんでちょっと心を乱したくないです。シャドーイング、シャドーイングですね。で、テンは添削。ああ。シャドーイングを添削してくれるお店のテンじゃないでしょうね。シャドテン。シャドーボクシングテンプテーション。テンション。その魅惑のものなんですが、シャドーイングっていうのはリスニングを鍛えるのにすごくいいって言われるんですけど、やり方が分からんと、どういうふうにやっていいか分かんないよって人が多いので、実際難しいって言われるんですけど、それを助けてくれるアプリケーションでございます。こんな感じでですね、さまざまなトピックあるんですが、ビジネス、社会、この実際のねかなりのスピードになりますけどね、難しそうですね。実際ネイティブの方、そうですね、ネイティブの方が WPM だいぶ早いですね。オバマとかね、あ、170ですね。髪型だけ同じですよね。違う。で、あとはトイック対策とかもですね。トイックのパート3形式とかパート4形式とか、あ、そういうところまで。まあエンタメ、ディカプリオのインタビューとか、文学とかですね、科学とか、あ、これはかなりレベルが高いですね。知らない単語とかいっぱい出てきそうですね。そうなんですよね。WPM190 とか相当早いですからね。まあまずはゆっくりのやつから。一人だと正しいのをやってるのかわからないってことで、やっぱり添削してもらうことが大事だろうっていうことね。悪い癖ついちゃいそうですもんね。そうですね。このアプリがあればスマホ一つでできてしまうよ。ちゃんとシャドーイングのやり方とか、どうやってやったらいいよっていうのをちゃんと載っててくれてますので、あとまあ自分のレベルに合ったものをやるっていうのが大事ですから、スピードがあると思うので背伸びしないで。はい。まずシャドーイングって大事なのはですね、理解することが大事なんで、これをね忘れてる人が多くて、ただシャドーイングやりゃいいって思ってる人が多いんですけど、いやまずはその内容わかんないとダメ。まあ自分自身も通訳学校に行ってたんですけど、まず意味わからずにやってはいけないよ。音にばっかりみんな注目しちゃうけど、まあもちろん音も大事なんだけども、意味ちゃんと分かってシャドーイングしましょうねっていうので、まずはだからきちんと理解することっていうのが大事になりますので、じゃあこの Facebook やってみましょうか。お願いします。リスニングが流れてきますので、内容をつかむ。The social media service Facebook plans to open a training center in Brazil for computer coders and people interested in starting a business. It will be the company's first such training center in a Latin American country. Facebook hopes it will encourage young Brazilians to consider a career in technology. Brazil has a high unemployment rate after a deep economic crisis. Many of the jobless are young people.はい、どうですか。最初のさーって流れちゃいました。後半はそのブラジルが大変だよみたいな話してましたね。で日本語訳も出ますので、ボタン一つでパッとできます。SNS サービスの Facebook を。めちゃくちゃわかりやすい。はい。で、さらには、こう調べることもできるので、こういった形で。こうしたら単語が調べられる。そうですね。めちゃくちゃいいですね。アンエンプロイメントがわからないとかなった場合は、調べる。いうふうにやると、これはいいですね。こうやって辞書、質量、説明が出てきてくれたりとか、翻訳なんていうボタンもあるんで、めちゃくちゃ便利ですね。アンエンプロイメント、いいですね。失業者数、日本語でも言ってくれる、優しい。なんでまあ部分的な翻訳もできますし、さっきみたいにドンと全部一気に見ることもできます。あとは当然シャドーイングなんで、何にもないスクリプト見ないでできる。むずそう。そういうのもありますね。実際に、じゃあ、録音やってもらうんですが、まずは、そのオーバーラッピングで練習ですね。分かったです。はい。分かったですって言いました、今。よかったです。じゃあ、これを、まずは練習、一緒に読みながら練習してみよう。ちょっと遅れて言うんですよね。違います。オーバーラッピングは、オーバーラップする。一緒でいいんです。一緒に言うんです。The social media service Facebook plans to open a training center in Brazil.For computer coders and people interested in starting a business. It will be the company's first such training center in a Latin American country. Facebook hopes it will encourage young Brazilians to consider a career in technology.じゃあちょっとシャドーイングを実際練習してもらおうと思います。はい。Social media service Facebook plans to open a training center in Brazil for computer coders and people interested in starting a business. では実際録音してみましょう。はい。The social media service Facebook plans to open a training center in Brazil for computer coders and people interested in starting a business. It will be the company's first such training center in a Latin American country. Facebook hopes it will encourage young Brazilians to consider a career in technology. Brazil has a high unemployment rate after a deep economic crisis. Many of the jobless are young people. はい、ということですね。感想。難しいな。来ましたよ、お笑い芸人の。いや、大喜利だったらダメです。もっとできると思ってました。もっとできると思ってました。かっこ大喜利で。いや、いいです、いいです。検索の返却までお待ちください。他にも試験対策なんていうのがありまして、パート3、まあトイックの会話で、パート4だったら一人が喋ってるみたいなのがあります。男性、トイックのすげえ似てたんで、本物に似てるって。やってもらおうかなと。まずはオーバーラッピングで練習をしていきましょう。Hi Tom. Hi Tom. A bunch of us from sales are going to see the new comedy with Barry Jackson. Do you want to come? That's very nice of you, Jessica. I have plans on Sunday, but I'm free on Saturday. We were planning on going to the 8:30 showing on Saturday night, so that works out great.We want to go to dinner together before the movie, but we haven't decided on a place yet. Why don't we try the Indian restaurant near the theater? It has a buffet on weekends, all you can eat for $15, not including drinks. That sounds great. I'll let the others know. See you later. バッフェイですね、これ。ビュッフェですか？ビュッフェですね。それをバッフェイと言いますので、ブーケだったらブッケイですね。バッフェイ。バッフェイ。シャドーイングの練習ですね。じゃあ続いて。見ながらですか？シャドーイングですか？シャドーイングは見ない。見ない。覚えて、オーバーラッピングは見る。シャドーイングは見ない。遅れて。Hi Tom. Hi Tom. A bunch of us from sales are going to see the new comedy with Barry Jackson. Do you want to come? That's very nice of you, Jessica. I have plans on Sunday, but I'm free on Saturday. 何箇所かやっぱ分かってない。いや、最初の方が難しい。バンチョバース。バンチョバス。そうですね。やっぱ、あも弱い、オブも弱い、アスも弱い、フロムも弱いんで。バンチョバス、フロム。弱いものは早く生まれるんで。バンチョバス、フロム。バンチョバス。バルウィーも弱いですね。バルウィー弱い。ハブントは否定語なんで強いですね。decided on っていうの、did on na ですね。decided on やってみましょう。勝負の時です。では、いきます。はい、と。A batch of us from sales going to see the new comedy with Barry Jackson. Do you want to come? That's very nice of you, Jessica. I have plans on Sunday, but I'm free on Saturday. They were planning on going to 8:30 showing on Saturday night, so that works great. We've got to before the movie. We haven't decided on the place yet. Why don't we try the Indian restaurant near the theater? It has buffet on weekend, or you can eat for $15, not including drinks. That sounds great. I'll let the others know. See you later. コメント苦戦しました。苦戦しました。はい、アドバイスやってまいりました。検索の森手様になっちゃってるわ。はい。森手先生が実力だと思われた。音声の添付ありがとうございます。初回のシャドウイングお疲れ様でした。POA Facebook。課題1日目の添削です。Good points 良かった点 Interested in starting a business G の消失フラップ T を捉えフラップ T starting みたいになってたってことね。音源に忠実に再現できていらっしゃいます。20丸ついてます。Training Center in a 音を連結させ in a のようにスムーズに発話されています。ありがとうございます。はい、嬉しいですね、褒められたら。Deep Economic Crisisね、はい、このくっつくやつですね。はい。C の音を消失させ、エコノミックとクリアに発音できていらっしゃいます。では、今回のデベロップメントポイント。これからよくしていく。ポジティブな言い方ですね。悪かった点じゃない。優しい。デベロップメントポイント。バッドポイントとかじゃないですね。そうです。生え際の植毛をおすすめします。いや、ちょっと待ってくださいよ。そんな、僕の映像だって見えてないんじゃないですか。音声だけですよね。そう、間違えました。Brazil for Computer Chords のフラップ T が弱い印象で、Computer のところですね、コンピューター。フラップ T っていうのは何ですか？この T が、レターじゃなくて、letter。letter。ライオリって書いてますね。日本語のラに近い。アメリカ英語だと、コンピューターじゃなくて。コンピューター。コンピューター。コンピューター。だタになっちゃってる。コンピューター。あ、そうそうそういうことですね。コンピューター。さらに精度が上がります。jobless or young。あ、young の音。G が残って発音されてる。ヤングって言ってるってことですね。日本語っぽい。ヤングブラジリアン。ヤングピーポー。ヤンピーポーでいいですか？ヤン、ですね。ヤン、ピーポー。つけないでした。ヤン、ヤン。というのをやる。これはね、すごい思いました、聞いてて。unemployment の an の音が抜けているように聞こえると。unemployment のように発音してください。unemployment というふうに、いや、すごいアドバイス。補足、連結、単語同士をつなげて発音すること。説明もしてくれます。消失とは語尾や語中の子音を発音しないこと。フラップ t は母音に挟まれた t がラ行もしくはダ行の音に変化する。以上。添削させていただきました。引き続き学習の報告お待ちしております。ありがとうございます。丁寧だし、やる気が出る感じで書いてくださって。はい、そうですね。植毛まで触れてくれてましたからね。そんなところまでバレているとは思いませんでした。踏み込んできました。次の日には添削来るってわけですね。はい。じゃあ添削やってまいりました。2つ目。今度違う人が添削者だった。そうですね。両方とも女性の方でしたね。よかったですね。いや、私わかんないですね。間接的にでもなんか触れ合うことができたからよかったってことです。2回目の音声の送付ありがとうございます。以下、Trick Original Set B Part 3課題5の1日目。Good point! But we haven't decided on a place. Haven't の t の消失。Decided on a の連結を Haven't decided on a のようにスムーズに再現できていらっしゃいました。ありがとうございます。練習した甲斐がありましたね、ここね。できなかったですから、最初。That sounds great! の that, that, とになってない、ちゃんと that, that, that sounds great!というふうにできていました。Development point. A bunch of from やっぱここね。From a sales. 確かに自信ないままにいました。Sales って言い切られており、R が発話されてない。そうだった。私聞いてて思いました。録音してる時に、読んでないなって言って。Sales are のように読みましょうと。Sales are。We want to go to dinner together のこの辺り少し詰まってしまったようでした。はい。We want to の箇所で一気にスピードが速くなるので難しいポイントですが、want の t の消失を意識して、want と一気に発音するイメージで、We want to go to dinner together のようにシャドーイングしてみましょう。音源では go to で一度区切っているので、そこで同じく軽く区切ってペースを合わせると言いやすくなるかと思います。はい。Near the theater。theater に近い音で発音されておりました。こちらはフラップの t、theater ですね。theater のように発音されるとより精度が上がります。そうですね。アメリカ英語の場合ですね。ありがとうございます。フラップの t がやっぱできないですね。letter とか better とか。better。聞こえるようになればね、役立ちますから、リスニング。はい。大事ですね。ぜひ、東大英語、リスニングこれ突破してください。頑張ります。はい。伝えしておりますので、たくさんを応援してもらえればいいんじゃないかと思いますね。これでリスニング力を上げてってください、はい、シャドウイング大事ですからね。二次試験のリスニングは、はい、配点高いですしね。高いです。30点取りたいですね、はい、やってもらえばいいんじゃないかと思います。はい、はい、ここからたくさんにおいでいただきました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。